はい、食事を済まして、これ南海本社ね、でキャベツ焼きで、こうマックこうあってね、ここでね時間潰そうと思ったんだけど、とんかつ食っちゃいました。はい、でこの先がね、こう屋根のないところが集合場所、誰も来てないような気がする。ほらね、大阪っぽいでしょ、ここだけ。この先ですね、ここはね高速バスの始発、まあ、ちょっと行くね。でもこの会社じゃない、この先だ、桜、これメジャーですね、桜高速バスって。ここじゃないぞ、一番安いところを取ったんで。で3300円だったんですけど、今日見たら2800円だった。だから当日買った方が500円安いですね。残念です、知らなかった、まあ、これから気をつけよう。で、当日買う場合売り切れの危険性があるんで、まあ、こういうケースでいけるのは月曜日から木曜日発のバスでないと、これはちょっとね使えないですね。いや、これ誰もいないけどいいのかな。まだだぜ。ほら、この辺はね、みんなタワーマンションとかね、ジャムジャムライナーじゃないよ。お、何人かいるぞ。あれじゃねえかな、結構歩いてきたぞ。こんなところだ。やっぱり埋めたハスがいいね。これはちょっと寂しいよ。これは違う。次だ、あそこおっさんが一人いるぞ。あれじゃないかな。本当にバス来んのかな。あ、ここだ。ここだ、ここ。ここ4の D。